世界中が注目する11月の大統領選挙なんですけれども共和党トランプの暗殺未遂事件や民主党バイデンの撤退表明ありました強運の二人の衝突になってるんですよね、はい、トランプ前大統領が、うんまあ、顔をちょっと傾けて銃弾から逃れたっていうのは、はいまあ、ご本人が俺は神に愛されてるっていう今気分になっておられるのも当然だと思うんでよ、ねはいますけでもカマラハリスさんの方も、うん、バイデンさんがあれほど異常に粘ったので、はい、もうとっくに統治能力失ってるのに、はい、もうみんなが困りきって。うん 合衆国大統領の力強いから、うん、やっと辞めたからカマラハリスさんにうわーっっど今、うん、バブルですよこれ、うん、そのバブルがあと3か月持つのかなと、うん、特に国境のところの移民政策で、うん、ほとんど何もしなかったでしょう、うん、妊娠中絶とか言いやすいことはガンガン言うけど、うん、不得意なこと全然言わないですよね。うんはい でも合衆国大統領になったらイスラエルの問題から何の問題まで全部一種の当事者になるしささっきおっしゃったヨーロッパのこともそうだしね、うん、その能力があるのかっていうのはだんだん問われてくるから、はい、もうこれ言い分っていうのはずるい言い方ですけれど、はい、今カメラ・ハレスさんの勢いがあるから必ずしも有利じゃないしトランプさんは相手が急にいなくなって、はい、土俵が変わったのに、うん、あのバリゾーンは演技ですからね、うん、スタッフに聞くと、はい、トランプさんは普段はもはすごく本当に分かりやすい人で逆にカメラ・ハレスさんは47人いたスタッフから43人 いなくなったですからね。トランプはビジネスマンですからね。ビジネスバリ憎恨。でも実際彼はビジネスマンだから、うん、意外と組みしやすいと思いますよ。うん、ハルさん取ってですか？いやじゃなくてあの日本人に取ってすごく僕トランプさんだったらなんか話しやすいなと思うもん。うん なんかいろいろこうねちょっと右寄りの威勢のいいことは言うんですけど演技演技演技なんだ演技です実際にはそういうふうにはしないからどっかで握ってその通りトランプさんが相手バイデンだったら間違いなく勝ったけどもう勝つとはとてもいい切れい主な2人の政策があるんですけどなるべく公平に言おうとしてるしそうしますがハリスさんのはまだ政策と言えないでしょバイデン大統領からちょっと渡されたものを言っただけであってハリスさんが大統領になってから何をするかっていうのはまだ実はほぼ出て はいトランプさんの方はも一1期4年やってるので例えばチャイナに対することとかあるいはトランプ現在は本当に効果があったなぜかというとアメリカ人は楽天的だから現実されたら物買ってくれるやっぱり弱点は中絶問題ですよねこれは逃げてるわけ州の判断に委ねるっていうカメラアレスさんそこを突く大統領選挙のいわばテレンテクだとしてでもこれを全体を政策としているかっていう未成熟今中はですよこれどうぞ公共政策学専門で公共政策学の人としては通称の ところのトランプさんの中国製品に一律60パっていうのがもう本当恐ろしいなって思っちゃいますけどね。そうなんだけれども、しかし中国は今まで裏表でやってきたことを考えると、まあでも日本にとってはプラスだと思う。プラスなんです。超プラス。プラスそうです。プラスそうですよ。だって例えば日本になんで半導体工場がどんどん増設されてるかっていうと、それは台湾有事に備えてっていう話もあるし、中国にものすごく頼っていたまあ半導体とかいろんなもののサプライチェーンをやっぱ日本ってすごく安心な そういうふうに考えると民衆国家で経済規模も大きくてでもやっぱ日本が有利なのは海に守られてるってのは非常に有利で、うん、中国が日本に攻めててくるってやっやぱり非現実的ですよ無理ですうんそれはこんだけ海に囲まれてるから下手すると10倍ぐらいの兵力がないと攻めてこれないので、うん、そういうふうに考えると日本って安心な国なんでこれから日本にいろんな産業をよりこう投資をして立地させようみたいな動きっていうのは出てくるんでそれはっぱり。 プラスですよ。完全にこれを見て思ったこととして、こんな60%なんてかけたら中国怒ってもうなんか戦争とかになってな,らな,なんないんですか？無理無理チャイナに現実なことはできないですよ。できないその台湾への友はありえますよ。うん、でも合衆国本体と関税が高いからって戦争なんてとってもできない。核戦力も全然違いますよ。まだ。そう 例えばアメリカの源泉の能力を考えても仮にニューヨークワシントンを中国はこんなありえないけど ICBM ってき潰しても,もうどっからでもやられるから源泉1年間潜ったままでやられますからねまあまあ中国はまあ空母もね今まだ3台しかないしまだ持ち立てですからねなんちゃって空母